はい、どうも皆さんおはようございますなんですね。今実は朝の6時過ぎなんですが、ダイエット6日目、今日ね朝ごはんから食べていこうと思ってまして、で昨日今日とね結構食生活をキュッと引き締めていったんで、今日朝から大好きなお蕎麦を食べに行きたいと思います。ダイエットする前はね、だいたいカツ丼とか、肉丼だったりとか、まあ、スペシャル蕎麦っていうのをねいろいろ食べてたんですが、今回はちょっとカロリーのことを考えまして昆布蕎麦を食べていきたいと思いますので、お腹いっぱい食べていきたいと思います。では行ってきます。ダイエット6日目スタートです。はい、今日はね朝から昆布蕎麦を注文しました。今日はね食べたいものをちょっとずつ食べていこうと思ってます。今日は朝一番の昆布そばです。はい、ただいま朝のお仕事が終わりまして、お家帰ってきてお昼を食べようかと思ってお昼ご飯を作りました。今日のお昼ご飯はこちらです。じゃーん、あんかけ風そば、煮込みそば、まあ、あんかけ風にしようと思ったんですけど、ちょっと固くなりすぎまして、でご飯とでじゃん、ラー油をかけていただきます。ちょ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 っと今日はねがっつり食べるっていうのを決めたんでね、こちら食べたいと思います。いただきます。はい、ごちそうさまでした。今日はねなんかご飯を食べてるムービーばっかりになっちゃったんで、この後もうちょっと休憩してからちょっと走りに行きたいと思います。今にね、ちょっと休憩でお昼寝でもしたいんで、お昼寝してから走りに行ってきます。はい、ノブキックスこと千田ノブキックです。お昼にね、食べた後休憩してランニングに行こうと思ってたんですが、僕はお仕事が続いてまして寝てなくてね、ちょっと休憩っていう形でねゴロゴロしてたら今まで寝ちゃいまして、今ね、3時ぐらいから7時なんですね。今2時間ぐらいぐっすり寝ちゃいまして、今からちょっとね走りに行く時間がなくて、もう晩ご飯食べようと思って、で今日はねお休み、ダイエットお休みということで、まあ、好きなものを食べようと思って今日これを晩ご飯に選びました。今日のご飯はこれです。即席ナポリタン、はいはい、買ってあったぶなしめじとでピーマンと玉ねぎがあったんでね、ケチャップでナポリタン、ケチャップでナポリタンをちょっと作って今日はこれで終わりたいと思います。まあ今日はねなかなかダイエットできなかったんで、明日しっかりまた走って頑張りたいと思います。で僕今日考えたらね、朝から晩までずっと麺なんですよね。これダイエットどういう問題、やっぱ食生活ですよね。好きなものを食べてたら全部麺だったっていう感じになりますんで、ちょっと明日からまた引き締めて頑張っていかなきゃいけないなと思ってます。ダイエット6日目、6日目は失敗に終わりましたが、また次回頑張っ明日から頑張っていきたいと思います。ノブキックスこと千田ノブキでした。じゃあねー。